はい、格闘オタクニュースゾーの雑白です。今回は UFC293 マネルケープ VS ドスタンソス選手の戦いです。マネルのケープは UFC に行ってから3勝2敗7キャンセル1デブとなかなか相手に恵まれません。今回もカイカラフランスが後頭部を滑って転んで打ったらしく亡くなり、その代わりドスサントス戦が UFC 初戦にしてマネルケープと戦うことになりました。まあ格下との戦いですので、マネルケープがどう勝つかがかかってくるでしょう。これに勝って次勝てば王者戦だという話も出ています。マネルケープは29歳、165センチ、リーチ172センチ、18勝6敗。ドスサントス選手はまだ22歳、170センチ、リーチ178センチ、7勝0敗で、シュートボクスアカデミーですので、ムエタイと柔術を使った超アグレッシブなファイターです。1ラウンド始まりました。オーソドーシで始まりました。まずカーフを打っていくドスサントス選手、そこにワンツーのカウンターを打つケープ選手、そしてサウスポーに構えるマネルケープで、ミドルの打ち合い、そんな中左フックを打っていき、サントス選手がアグレッシブに行ったところ、マネルケープが左ストレートで軽いダウンを取ります。その後も両者スタンドに戻り打ち合いをしていきます。マネルケープはサウスポーとオーソドックスを混ぜながらうまく戦っていき、ドスサントス選手はもうワンツー前蹴りインローカーフなど総力戦でプレッシャーをかけていきます。後半はカウンター狙いのマネルケープ、そしてアグレッシブなドスサントス選手です。そんな中1ラウンド終わりました。まあスイッチとカウンター狙い、そして打ち合いも辞さないマネルケープが一度ダウンを取り、このラウンドを取りました。ただサントス選手も非常にアグレッシブで、ダウンがなければもしかしてドスサントス選手のラウンドだった可能性はあります。そして2ラウンドです。今度オーソ同士で始まったものの、すぐにサウスに構え直すマネルケープ、そしてサークルにしていきます。もうこのラウンドはもうマネルケープとしてはプレッシャーをかわしながらサークリングしてカウンター狙いで、逆にサントス選手にもプレッシャー蹴りインロー前蹴り、アグレッシブにワンツー前蹴り、どんどん攻めていきます。そんな中マネルケープ選手はサークリングしながら打ち終わりにカウンター狙い、打ち終わりにカウンター狙いにしていきます。どんどん攻めるアグレッシブなサントス選手、そして残り1分半ぐらいになってからマネルケープは相手の体力を削ってからカウンター狙いから少し打撃の数を増やし、ポイントメイクとしてどんどん打撃を当てていきます。でまとめたパンチをしっかり当てていき、2ラウンドもマネルケープが最後の2分間の打撃の精度で取ったのではないでしょうか。こうなってくるともう3ラウンド、あとマネルケープをノックアウトするしかサントス選手は勝てません。そして3ラウンド入りました。またオーソ同士です。でジャブの差し合いからサントス選手はどうしてもやはりスタミナが落ちてるみたいで、ワンツーにしてもスピードが落ちてます。そこにカウンター狙いのマネルケープ、もうマネルケープとしてはサークリングしながらもう判定で勝ってますので、打撃を見切ってカウンター、サントス選手はもうこれでは負けてしまいますので、強引に歩きながら前に出ながらワンツー前蹴りなど打っていきます。ただどうしても体力が温存していたマネルケープの鋭い打撃のカウンターをもらってしまいます。そんな中ガンガンプレッシャーかけて攻めていくサントス選手、そしてサークリングしながらカウンター狙いのマネルケープ選手で、マネルケープはすごいのは残り20秒になっていきなりタックル2機、そのまま上からパウンド打ってました。まあ頭が良すぎるというか、あまりファイターとしては人気が出ないかわかりませんが、最後も勝ち切るテイクダウンからの20秒のパウンドでした。で3ラウンド終わりました。まあケープの完勝です。ただ面白かったのがサントス選手がケージに登りガッツポーズしたところ絶賛の嵐でした。で逆にマネルケープが上に行ったところブーイングの嵐でした。まあマネルケープとしてはこのままブーイングヒールキャラでやっていけば UFC でも輝くのではないでしょうか。あとおそらくですがキャンセルを3キャンセルぐらい行い、10キャンセルとしてレジェンドとして UFC に殿堂入りでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日の10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら。